日本滋賀県彦根市、日夏町日夏町は、滋賀県彦根市の町庭。本校ではかつて同区一気に存在した犬上郡日夏、村についても記す。彦根市の中西部、宇佐川の両岸にあたり、北で、諏訪市町、甘露町、東で、伝大寺町、川瀬馬場町、南で、清崎町、西で、石寺町、水戸屋町に接する。 南西から北東を、滋賀県道2号、南東から北西を、滋賀県道196号、水戸屋の口線が通過する。宇佐川左岸には、工人山、彦根市工人山公園が所在する。町域中央部に、旧来からの集落が密集しており、東西は、田園が広がっているが、東部は、ニュータウンとして、宅地開発が進んでいる。彦根市編入直前の日夏、 村役場の建物は日夏村廃止後も公民館兼農協支所として利用されていた。平成21年に日夏町が農協から土地と建物を買い取り、翌年日夏里館と名付けて日夏町のシンボルとしている。昭和10年4月にウィリアム・メレル・ボーリズの設計で建てられたもので貴重な戦前期の役場建築として2013年3月29日に 登録有形文化財に登録された。2019年4月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。日夏村に関するカテゴリー。ありがとうございます。